はい。どうですかね、皆さん嫌いな食べ物とかありますか？はい、どうも、シンガーソングライター系 VTuber 元住吉七尾です。どうも、今日はですね、質問箱のご質問にお答えします。ですね、質問は、嫌いな食べ物ありますか、偏食ですかっていうご質問でした。ありがとうございます。まあ、お答えします。まず元住吉七尾の嫌いな食べ物ランキングトップ3をね、今日発表したいと思うんですけど、ちなみに偏食でも大丈夫です偏食でも大丈夫だし、バランスのいい食べ物を食べても全然平気です。ああ野菜も食べるし、肉も魚も鶏も食べますね。なんだろうな、好きな食べ物のランキングトップ3もついでに発表してもよかったなって今思ったんですけど、まあいいか。好きな食べ物は、なんだろう、お寿司ととんかつと、とんかつ、ヒレカツだね、ヒレカツ、お寿司、ピザ、です。さあ、嫌いな食べ物第3位はですね、もう、ドラムロールもなく出しちゃいましたけど、椎茸です。椎茸ね、他のキノコはむしろ好きなんですよ。中でも、ナメタケとかは好きなんですよ。固形分何パーセントとか書いてあるじゃないですか。あの、パーセンテージが高いやつが好き。あのパーセンテージでこうなんかこう質が定量的にこう示されるとこがいいですよね、あのなめたけはね、うん。あとはしめじとか松茸とかも全然好きなんですけど、しいたけだけなんかあんまり好きじゃないんですよね。お吸い物とかのだしにがしいたけだとちょっとなんかそれでもあんまり好きじゃないんで、まあなんかあんまり好きじゃないんだと思います。でもあったら食べれないかってと、そうではないかな。次、柿。柿はね、元住吉七尾の実家に柿の木があったんですよ。うん。ほいでね、この柿の木が2本あって、甘柿と渋柿があったんですけど、渋柿はね、まあ食べないんですけど、甘柿は、家のものがね、食べてて、各地に送ったりしてたんですけど、いやねー、なんか好きじゃなかったですね。柿が出るんですけど、シーズンになると出てくるんですけど、あーんつって食べないってなってました。第1は柿です。オイスターです。これはもう単純に気持ち悪いっていうことですね。多分ね、他にもなんかゲテモノ系はあんま好きじゃないと思います。基本的に。気持ち悪いから。そんだけかな。というわけでですね、皆さんもなんか嫌いな食べ物があったら教えてください。コメント欄で教えてください。あと質問や相談など募集しております。なんだろう、なんかいろんな質問してください。なんかね、結構日常的な質問が多いですよね。方向性として。もっとなんかさ、初心者はどんな DAW が
おすすめなのかみたいな話でもいいですよ。作曲初心者がやった方がいいことは何なのかとかさ、そういうのでもいいんですけど、どうなんだろうね。そういうのはね、ほとんど来ないです。はい。あと相談もほとんど来ないですね。なんか、今後どうしていったらいいでしょうかみたいな。不倫してるんですけどみたいな、そういうのも来ないですね。いや、来たところでみたいなとこありますけどね。はい。ということで、なんか来たら、右から左に答えていくので、よろしくお願いします。そんな感じです。じゃあ、またね。バイバーイ。